どうもこんにちは。宣伝部長のコイチです。今日は BP を申し立てっていうことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで昨年末にね、文春さんの記事によって大変なことになっている某超一流芸人である松本人志さんのお話なんですけども、まあ、現在は文春さんと争うということで、まあ、休業に入ってたけれども、最近 X を始めたみたいな状況になっているわけなんですが、まあ、その実際の裁判の部分、 もうまあ、そっちはそっちでいろいろ問題があるんですけど、VS 文春さんでね、なんですけど、まあ、最近はちょっと場外乱闘みたいな話が多いので、まあ、今回この件をやっていきたいって感じで、で過去に松本ひと志さんといえばですね、なんかこう BPO にね、いろいろ申し立てちゃうから、みんながね、えー、そのことによって、まあ、現場が萎縮してると、でお笑いで責、まあ、めたものが取れないというようなお話をしていてですね、 BPO に関して、まあ、かなり懸念を示していたわけなんですけども一方でですねご自身がちょっと困ったことになったらなんと BPO に申し立てるのではなかろうかという話が出てきたのでそれは矛盾してねという方というふうに思うので、まあ、その件を今回はやっていきたいというふうに思います。はいというわけでこちらフラッシュさんの記事ですね「本当に見ともない松本人志にまたもう落胆の声今度は宣言通りミヤネ屋 BPO 申し立て報道」と。 いうところですねえっ、ー、とフラッシュさんの記事なんですけどもフラッシュさんといえば松本さんの記事を出したところ、まあ、その、えー、後輩、まあ、そこの記事に出ていた後輩芸人に現状、まあ、訴えられて軽装中っていうのもあるかどうかは、まあ、どこまで反映してるかどうか分かりませんけど、まあ、反映してるでしょうと、まあ、とにかく、えー、割と厳しめの報じ方をしてるという感じなんですけどもちょっとそれを前提とした上で、えー、と7月11日に放送されたミヤネ屋 においてまあ変更報道だとして松本さんの弁護士さんがまあ抗議文を送っていったのがあったとでえー、っとですねその中では太田さんですね太田さんがえっとありとあらゆる手を使ってとにかく英子さんに諦めさせようという図式だけははっきりと私にもわかっている感じですかねという 発言は問題視したという感じでで講義部の中においてはですねお、えーターさんっていうのが文言収集者と仕事の取引があるからみたいなだから変ねあのいわゆる利害関係者じゃないかみたいなことをおっしゃってたんですけども、まあ、これは何度も突っ込んでますけどもどっちかってうとっていうかまあ、かなり情報番組に吉本の芸人さん出ておられてその中においてまあまあ,あの中立を装いながら松本さん擁護の発言を繰り返してるっていうふうに私には見えているので。 まあ、だったら吉本,の吉本芸人も含めてみんなね利害関係者はこの件に触れるなと。 いうことにすすべきですよねむしろご自身が所属している吉本の方に言うべきですよねこれを出した以上はねというふうに私は思うという感じですね。利害関係者全員喋るなってことですからね。まあそもそもテレビ局自身が吉本興業とお付き合いがある中で吉本興業に所属しているそしてまあ吉本の中でまあかなりの地位を占めている松本さんに対してまあ忖度しているかのような内容が今まで多かったような気がするんですけどね。はい というわけで、まあ、それでも松本さん側からすると、イエーイみたいな、おかしいかなっていうふうな、まあ、意見を持つのは自由ですけどね。はい、はい、で、あと、それ以外にも、ですね、まあ、まあ文春の記事にも書か,れてない書かれてない内容の発言等々があったということで、えー、BPO に申し立てる意思を明らかにしていたということですね。はい。 まあしかし、7月25日にまあ会見を開いた読売テレビの社長からですね、番組内での訂正の予定はありません。報道局でも訂正する必要はないという判断ですということで、まあ、完全に講義を突っ張られた形となっていたって感じでね、まあなんか本当になんかこうねじ曲げ。 たた場場合合とかか明らにに間違っていた場合についていいつは当然そのまあ、本来は所属事務所の方からまあ、あの言ってもらわなきゃいけないんですけど一応まあ松本さん個人として弁護士通して言ってるって感じなんでねちょっとそこもガバナンスどうなってんだって話がまあ相変わらずありますけれども、まあ、そういう感じじゃないですね文集の記事を読んだ上でのまあ感想を言ってるだけなんでうそ,そう言ってしまうと本当に何も言えねえみたいな。 まあ状況になるわけですよね。場合によっては言論の自由のに対するまあ,あのそれを狭めるような行為のようにも見えるわけでそれは BPO に対してそういうことよくないよって言ってた人がねそういうこと言うのかって感じで、まあ、非常におかしいですけどねでとにかく社長の方はですねまああのまあ突っぱねたと。 いう感じですねだからまあ、場合によってはね吉本さんの関係性の中においてですねまあ突っぱねられない時もあるんでしょうけどもここは突っぱねたという感じでで松本さんはこの対応によほど納得がいかなかったのか好気分でも示唆していた通りミヤネ屋に対して BPO に人権侵害の申し立てをするそうですということですかね。はい で、すで既に日テレ側は否定してるわけですから、完全な全面清掃が始まるって感じで、まあ、しかし、あちこちにシャーシャー噛みつくっていう感じで、大丈夫かなという感じですかね。まあ、その一方で、X 上においては、ほのぼのとした感じのポ <laughs> ストしていて、まあ、それは別にいいんですけど、あの、実際やってることと比べると、ちょっとなーって思うとこがあります。で、えっ、ー、と、で、この件に関して、X 上の声を見てみると、 えーと松本さんがね、スイダウで、えー、b p o を散々批判していたのに、自分が都合が悪くなると泣きつくんだねとかですね、あるいは、えーとですね、当日のミヤネ屋フル尺で見ると、何ら問題なく感じるし、読売テレビ側も、えー、弁護士が確認してるのは社長発言だと思うので、松本氏側のこれも握手だなと感じるというところですよね。はい で俺たちが憧れた松本人志は体制側に立ち向かってるように見えたが今の松本は体制側にすがろうとしている体制側とは BPO と。 でしかしその申し立てはあまりにも的外れということですね。だからいわゆるまあ松本さんのやることだったら何でも応援するファンを置いといて一般的な目線で見てた時にまあそして言うてスターはスターですからね多くの人が好意的に見てた人だと思うんですよね。なのでよっぽどんかこう本当に理不尽な目に遭ってるとしたらみんなそらソーダをねビビよに まあいくら今まで批判していたとはいえこれはいいんじゃないって話になったと思うんですけど、まあ、今回の件はちょっともう俺に対してネガティブなことを言うなっていうふうな主張のようにも見えるわけでまあそれはちょっとむちゃくちゃなのかなというふうに思いますだからこれ場合によって一回吉本側の方から言ってくれないかみたいなこと言ってさすがにうちはできないですってなって弁護士の方に行ったんですかねちょっと。 と、まあ、その辺の関係性も気になるというか吉本としてはこの件についてどう思ってるのかっつうか、まあ、本当はメディアが言ってですねで個人的にあんなこと言ってるけどい何なんすかみたいなのをまあ吉本興業側に聞かなきゃいけないような気もするんですけどね。 はい、でさらに、まあ、X では、なんか割とどうでもいいことをつぶやくにまに、まあ、コメントを出さない松本さんの姿勢を問題視する声も多く上がったって感じで、まあ、今まではね、お笑いを書いてきた革命児ですね、まさにそうですね、君臨してきたわけですよね、まさにテレビのギリギリを攻めるということをやってきたはずと、しかし今回テレビの放送内容を制限する側にもあったということで、申し立ての自由でしょうが、ファンが残念だと思うのは仕方ないですねということですね。 だからそもそもですけどもこの文春の始まりもそうなんですけども、まあ、過去にご自身がいわゆるこう伊藤詩織さんの事件の時に、ね、やっぱり女性側がそういうふうに被害感情を持ったとするならば男は謝るしかないんだみたいなね。 まあそのようなことをおっしゃっていたにもかかわらず、ご自身が来たときにはですね、<laughs> 事実無根じゃとか、とうとう出たねとか、まあ、まあ、なんて言うんだろう、もう言ってることとやってることが変わっちゃっていて、この BPO の件もそうですよね。だこれについてがっかりですよね、そう。だから、私はもう一周、まあ、がっかりしてもう三周ぐらいしたんで、ちょっと慣れてきましたけども、ちょっと未だに期待している人からすると、もうこれでさらに心が離れたっていう人もいらっしゃるんじゃないかと。 まあいいう,うに思いますはいというわけであそうだこちらフライデーさんの記事なんですけど先ほどフラッシュさんが戦ってるって言ってましたけどこれ間違いですね <laughs> 失礼しましたえっ、ー、とフライデーさんの方が競争中かなはい失礼いたしましたはいでえっ、ー、と訂正する必要はない松本出身を切り捨てミヤネ屋を取った読みテレビの局内事情ということですねはいでだからまあまあ松本さん 的にはミヤネアをに対してまあ批判というかね、抗議文を出したわけなんですけども、同局においてダウンタウンデラックスっていうのがあって、だからそことの付き合い等々もあるから、それ分かってないわけないんですよね。だけど、まあ、普通だとそういうのがあるから、まあ、一般的なタレントで言うとね、そっちの番組に迷惑かかっちゃうから、何も言わねえっていうのがまあ正解でしょ。まあ、そもそも、まあ、キャンディーでよっぽど理不尽じゃない限り、何も言わねえが正解だというふうに思うんですけども、 まあだからその辺含めていや俺これまでダウンタウンデラックスでこんだけ貢献したのにお前ら視聴率取るだけ取っといてまあ俺がこうなったら攻撃してくんのかみたいなことだとが背景の感情としてあるとすると相当ちょっと、うん、まあやばいかなって感じですよねはいでちょっとまあ今までの下りについては一緒なので飛ばさせていただいて えと、読売テレビといえば松、ま、ミヤネ屋やってる読売テレビですね。で、松本氏がやっていたダウンタウンデラックス。で、現在、松本氏は不在と。で、冠もそのままにしており、裁判の結果次第戻ってくる可能性があると。で、まあ、浜田さんも立ち位置を松本さんの位置を開けながら立ってるというね。まあ、そういうことまでして待ってるのに、まあ、このようなことしたら、まあ、ちょっと番組そのもの,ものが危ないと。 とにかく、そのような状態にあるにもかかわらず、松田社長は松本サイドを切り捨てるかのような発言をしたことで、全面戦争になったように見えるということで、まあ、ただその思惑があるんだそうだと。で、まずミヤネは、は大阪製作の全国ネットで、読売テレビの中で最も営業の売上が高いということで、 週一のダウンタウンデラックスがもたらす利益とは比べ物にならないんですっていうことで、まあ、番組があの化石頭であるということで一番重要なとこたたいてきたかこの野郎みたいなことですかねはいで,で今ゴゴスマのおやがすごいので視聴率は2角線となって今踏ん張りどころだというところのようですねはいでさらにあと司会の宮 宮根さんですね。の個人的な事情もあるということで、まあ、最近よく休みたいと口にすることが増えたと。<laughs> まあまあ結構ね、長くやってらっしゃるから、それなりの年齢になってらっしゃるんでね。はい。という感じで、まあそれをなんとかとどめてる状態で、じゃあね、松本さんが b p o ってなったら、まあそれを理由にまあ引っ込むこともあるかもねという感じですかね。はい。で、はい。で、ミヤネ屋が終わったら昼の。 全国ネットのワイドショーがこを日テレに奪われる可能性だってあるということで、そうすると大打撃ですよね。で、えー、ダウンタウンデラックスは裏の報道ステーションにはもともと負けていますが、今視聴率も2位と、松本さんがいなくても成立していますということで、まあ、両方とも考えたところにおいて、まあま、なんて言うんでしょうね、まあ、どっちかっていうと腹立ってると <laughs> いうことになりますかね。はい。 で、えーと、読売テレビ局内においては、今回の社長の会見にはよく言ったという声が多いとかということで、えっ、ー、と、別の読売テレビ関係者もうちとしては、何度も放送内容を見返し、これならば BPO の審議対象にならないと自信を持っていると。で、そして何より大きいのが、吉本行為が出ているわけではなく、あくまで松本さん個人の問題ということと。 で吉本さんと全面清掃となれば、他の番組には大きな支障が出てきますが、今もいい関係が変わりませんからということで、おそらくそこの根回しも終わってるんでしょうって感じで、まあ、ちょっと松本さん側のやっぱり暴走だった可能性がまあ高くなってきてるという感じなんで、まあ、いろいろ打つ一手ごとに、どん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 追い込まれてる感じがしますかね。はい っていう感じねまあだから正直言いたいたこととでいいっぱいあるんんだだ思うんですよね <laughs> だからこそ最初からみんな記者会見開くなりまあ YouTube でしゃべるなり、まあ、ご本人の思いについてお話しされたらどうですかっていうのがあってまあね一方でたくさんの番組を抱えておられるわけだから周囲のことを考えてそのようにまあ引いたのかなって一時期は思ってたんですけどもただこのような形で暴れてるとこを見るとそういうわけではなくて自分のために場合によってまあせいぜい あのダウンタウンとか自分の後輩周りぐらいのところまでしか考えてないのかなっていう風な印象を持ちましたね、今回の件で。はい。で、そしてですね、こちらエンカウントさんの記事で、えー、と松本人氏志氏因縁の BPO に訴え準備の理由を考察ということで、元、えー、とテレ朝の法務部長の西脇弁護士がまあ解説されたという感じで。 はい、でまず、松本氏と BPO に朝からの因縁があるということで、まず2020年、松本氏がですね TBS のクレイジージャーニングで工作したってところなのかな、はいで。番組の企画中、爬虫類ハンターでスタッフが事前に準備した動物をその場で発見したかのように見せたことが発覚し、まあ、同局は一旦放送終了を決定と。でこののの事態をを受けてて BPO は多くの視聴者とと約束を裏切る者として 放送倫理違反の意見を出したという感じで、すねで。さらに21年8月には BPO の放送と青少年に関する委員会が、えー、っと、えー、痛みを伴うことを笑いの対象とするバラエティについて審議を始め、バラエティ番組会に衝撃が走ったと。 いうことですね痛みを伴うことをお笑いの対象とするっていうのがちょっとできないってなるとツッコミどうなるんだとかね、まあ、そういう話になってきますよね。でえっ、ー、とバラエティ番組の罰ゲームが大きく制限されるのではという声が出る中笑ってしまった出演者がまるまるアウトの掛け声とともにあれですね日テレでやってる「笑っていけない」シリーズがまあ放送されなくなったということで、まあ、番組関係者は BPO 関係ないとしてるけれどもどう,どう考えても影響あったでしょうと。 いう感じでこの番組のメインはダウンタウンだったという感じで、まあ、これは因縁ありますよね。はい。で、さらにその翌年にダチョウ倶楽部の上島氏が亡くなられたときに、松本氏はワイドワイドなショーで、えっ、ー、と、追悼しながらですね、痛みが伴う笑いがダメって言われてしまうと、熱湯風呂、熱々おでんができない。僕はあの芸風が有がいたちとも思わない BPO さん、どうお考えですかねと、ちょっと思いますねということで、ちクくりやったと。はい。はい。 で、放送倫理を扱いバラエティー番組とは対峙することも多い BPO ということで、まあ、過去因縁があった BPO に対して、まあ、なぜ今回自身の被害を訴える準備自身の訴えをする準備をするということでなんでその因縁の BPO をね、まあ、選ぼうとしているのかと当然、まあ、そういった批判が来るのは分かってますよねでそれに対しては西脇さんはもう、えー、BPO しか訴え持ち込めそうな場所 もついいそうななな場所がかからではないかと思ってるということで、報道で名誉毀損などをされた場合、まず、先の思い浮かぶのは裁判だということで、まあ、現に今、文春さんに対して5億5000万の損害賠償請求をしているということですね。でところが、松本氏が問題としているミヤネ屋の報道は、松本氏が何かをしたという事実を報道したものではない、まあ、意見論評の範囲ですよね。はいで えとそれで,で、あくまで議論が起きているという事実を報じただけで、松本氏側の行動を決めつける報道ではないから、名誉毀損は成立しにくいと。なるほど。だから裁判に持っていこうと思っても無理だと。まあ、まあさすがに裁判にはしないと思うけど、でまたこの騒ぎを受けたあコメンテーターの発言はあくまで意見論評ですと。 ということですね。まあ、これも適法になる可能性がめちゃくちゃ高いということですかね。はい。で、ミヤネアの文春報道をめぐる騒ぎの報道は名誉毀損に持ち込むのがそもそも難しいんだということで、そうではなくて、変更報道とか不公平という放送倫理の問題にして、裁判所ではなく BPO を戦いの場に選ぼうとしてるのではないだろうかということで、まあ、これも問題があると。そもそも BPO が、まあ、審議するのかということで。 抗議文の中においてはです、ねえー、と放送による人権侵害を申し立てる準備を進めておりますと BPO に対してね。しかし放送人権委員会が扱うのは名誉やプライバシーなどの権利侵害が原則だということですね。で一方、えー、と公正化あどうとっ という問題については、ですね委員会規則で、委員の判断で取り扱うことができるとされているということで、不公平の不利益がひどい場合には、委員会の裁量で取り扱うことができるということで、まあ、例外的なケースだということですね。で、今までこの不公平問題が扱われたのは、NHK が自身が訴えられた裁判の判決のニュースで、相手方のコメントを報じつ、NHK のコメントだって報じたという事案などに限られているということで、まあ、これは明らかにおかしいですよね。はい という感じで、じゃあ今回のミヤネ屋はどうかということについてはですね、松本氏側の主張も逐一紹介されているという感じで、まあ、そもそも、えー、とテレビは結構松本さんの主張をめっちゃ伝えてるんですよね。<笑><笑>っていうかあの、場合によってはそれをタレントが松本さんはこうなんじゃなかろうかって勝手に膨らまして、松本さん擁護までしてるわけですよ。 こんなのあります <laughs> あ,のあ、まあ、本当はだから自分松本さんが記者会見開くので何ななりして意見を言ってこのように言っていたからそれについてこうだって話じゃなくって松本さんはきっとこうに違いないみたいな <laughs> あの <laughs> その推測の話でかばっていくみたいなだからそういう忖度するからここまでになってしまったんじゃないかと思うんですけどねでえっ、ー、とで松本氏側はえっ、ー、と抗議文でえっ、ー、とですね 大田氏を、まあ、利害関係あると名指ししていたが、まあ、その客観的な証拠は明確でもなかったといい、う感じで、ではい、まあでもこれもし取り上げられるとしたら吉本芸人の方がどんだけ松本さんは変わっていたかっていう事例も紹介してですねむしろそっちのが問題なんじゃねえかっていうなやぶへびになる可能性も高いですけどねまあそういうとこまで審査してくれるかどうかは知りませんけどはい。 という感じで、まあ、いずれにしてもちょっとハードルが高いんじゃないかということですね。まあ、とにかく過去にさまざまな因縁があった b p o をあえて持ち出すということで、まあ、まあかなり追い込まれていると。まあ、そもそもですけども、まあ、裏でね、あの弁護士さんが、ね、A 子さんのまあ相談 相手の人のとこにいて何か交渉しようとしたりだとかまあ探偵をつけてみたりとかまあ普通に有利だと思っていたらしないですよねまあそもそもですけども本当に全く問題ないとしたら松本さんぐらいだったら普通に会見開いて全部ねじ伏せることができたわけですよねにもかかわらずそれをせずなんか裏で情報操作みたいなことをね当初の方はやってみたりなんか裏で潰すみたいな感じのことで動いているように見えていて なんかやってることがなんていうんだうなまあ堂々としてないなっていうのがまあ個人的感想ですよねはいまあそこについての考,あの考察についてはもともとそういうまあまあタイプの方なのかもしれないんですけれどもやっぱりあまりにも成功してきてしまって周りが一言言えば空気を読んで忖度して動いてくれるっていうのに慣れていてまあそれがそのまま出ちゃってるんじゃないかという推測をしましたけれども 状況ととしててはどんどんん悪くくなっていくとだから X に出てこられたのもまあ、最終的にはあの X を使った世論操作まあそこは今現状優勢かのように見えるから、まあ、そこだけは出てきてるって感じなんですけどもそこもなんか情勢がひっくり返って早くいい加減説明しろみたいな空気感になった時も似たような発信ができるのかどうかっていうのを含めて問われていくんでしょうけども、まあ、ちょっとよくわかんないんですよね何かそういう発信したいのか 休みたいのか、裁判だけで争いたいのか、あるいは BPO に訴えて戦いたいのか、まあ、よくわかんないんですけど、俺が困ってるからなんとかしろみたいなことのように映ってる感じなんですね、私にはね。まあ、というわけで、まあ、この問題の当初から言ってますけどね、結構その、まあ、 カリスマっていうのかな松本さんは本当にすごい人だと思っていてまあ普通にリスペクトしてる人多いし私もまいまだにその能力というか才能についてはリスペクトしてるんですけどであるがゆえにですよとか今まで言ってきたことから勘案すると今やってることがちょっとあまりにも格差が格差っていうのかなこうまあそれこそ肯定差ありすぎてちょっと。 まあ、なんて言うんだうな、がっかり感がね、なんかこういうのが出てくるたんびに、どん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 膨らんでいくという感じです。はい。というわけで、まあ、本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。